オリンピックで銀メダルを獲得したカーリング女子日本代表のロコ・ソラーレ、拠点としている北見市の市役所を訪れました。ロコ・ソラーレの選手5人は今日午後北見市役所を表敬訪問、日本のカーリング史上初の銀メダル獲得を報告しました。賞表敬を始めさせていただきます。決勝で負けてしまったので悔しい思いはあるんですけれども、たくさんの方にサポートしていただいたおかげで勝ち取れた銀メダルだったんじゃないかなというふうに思います。本当にたくさんの応援していただいてありがとうございました。ありがとうございます。北見市の辻直隆市長からは選手たちに市民特別栄誉賞が贈られました。ようやくほっとできる場所に帰ってきたなっていう安心感がまずすごくありました。自分の孫ぐらいな感覚で応援してくれてる方がたくさんいてすごく嬉しくなりました。表彰台はずっと夢だった、私の夢だった場所だったので、そこにこのメンバーと一緒に立てたことが本当に何よりも嬉しいことでした。ロコ・ソラーレは来月カナダで大会に出場した後、5月には地元の北見市所町で行われる日本選手権に出場します。気持ちを切り替えてたくさんの日本チームの胸を借りて、パフォーマンスしたいなというふうに思っています。北京オリンピックで銀メダルを獲得したカーリング女子日本代表ロコ・ソラーレ、今日地元の北見市役所を表敬訪問しました。日本カーリング史上初となる銀メダルを取ることができて、正直最後の試合決勝で負けてしまったので悔しい思いはあるんですけれども、コロナ禍という大変な状況の中でもたくさんの方にサポートしていただいたおかげで勝ち取れた銀メダルだったんじゃないかなというふうに思います。ロコ・ソラーレは銅メダルを獲得した前回の平昌大会に続き市民特別栄誉賞の受賞は2度目となります。勝ちたい思いというか強くなりたいと思い続けた4年間のこのメダルの色なら、結果的には満足はいかないですけど、しっかりと納得のいく銀メダルだったのかなっていうふうに思います。やっぱり地元っていいなって本当に思って、もう何がいいというか、もうなんかいるだけでいいなと思えるのがいいなっていうなんかここみたいな感じがあって、本当にもうやっぱり自分は北見市が大好きなんだなって5ヶ月離れて改めて感じました。せっかく地元に戻ったロコ・ソラーレですが、ゆっくり休むというわけにはいかないようです。カナダで行われるグランドスラムの招待が正式に届いたので、それに参加する予定にしています。オリンピックで今シーズン最後にならなくて本当に良かったなというふうに私は今は思っていて、あの悔しさをやり返す、悔しさを晴らす場が5月にもう一度あるんだという。5月には前回優勝を逃している地元北見市所町での日本選手権、さらなる高みを目指して国内のライバルたちとの戦いが始まります。